村信子君。はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私の地元は愛知県でございまして、一番技能実習生が多い地域となっております。で、有名な大企業がございまして、そこの下請け中小企業の社長の方からお話を伺ったことがございます。最上位の大企業が下請け単価を引き下げるというもとで、下請け中小企業の方で言いますと、人件費を削るしかないというふうになりまして、最初日本人が働いておりましたところ、その後日系ブラジル人ということになりまして、そして中国技能実習生というふうに変わりまして、その後また下請け単価が引き下げる中で、ベトナム技能実習生と変わっていったというお話をお伺いをいたしました。で、やはり安い労働力ということで国籍が変わっていったということを私は痛感をいたしました。で、やはりこの下請け単価を上げなければ賃金は日本全体として上げることは難しいというふうに思っております。やはりこの低賃金構造、こういう形の低賃金構造を変えていかなければいけないというふうに思っております。で、今物価の高騰、原材料費の価格の高騰、エネルギー価格の高騰というもとで、じゃあ下請け中小企業の皆さんにちゃんと、その高騰分を保証されているかといえば、例えば自動車部品の産業で言いますと、今 44.6% しか価格転嫁されていないと。また失踪者が多いと言われております建設で言いますと 45.1% しか保証されていないと。こういう状況ではやはり日本全体として賃金を上げていく、そして、技能実習生育成就労の労働者の方々の労働条件を上げていくということはできないのだというふうに思っております。やはりこういう構造を変えていくためにも、その公正な取引のルールを強化するですとか、あるいは中小小規模事業者の方々を本気になって応援して最低賃金を引き上げていくという施策が必要なんだというふうに考えますけれども、すべての参考人の皆様にお話を伺いたいというふうに思っております。では是川参考人。はい、ご質問ありがとうございます。今の点についてですが、おっしゃる通り外国人労働者の受け入れという個別の論点を離れて、日本経済全体の問題としてということかと思いますが、それは非常に私も重要だと思います。で、当然外国人の受け入れによって社会が分断するかしないかという論点あるわけですが、やはり重要なのが受け入れ社会の側がもともと分断しているかということでして、やはり受け入れ社会においてもともと分断があればそこに下の方に入ってしまうということも当然あるわけです。そういう意味で申し上げると、やはり全体としてこうディーセントワークを広げていくということは私も非常に重要だというふうに思っております。以上です。神林参考人。はい、賃金を上げることはもう本当に賛成です。で、最賃のことを、例えばイギリスでは最賃が全国一律に適用されるということを聞いてます。で、ただ地方の中小企業に聞きますと、いつも10月の前にはもうドキドキして、どれだけうちが上がるんだろう、適用されるんだろうということで、という状態で、一律に全国一緒の賃金に上げるまでには中小企業の体力ないかなと思ってます。徐々にもちろん格差は縮めるのは賛成ですが、一朝一夕にすぐに全国同一は無理だなと思ってます。以上です。岡部参考人。ご質問ありがとうございます。私もその賃金というのは非常に重要だと思いますので、できるだけ多くの方が生活向上を図ることができるようにという努力が必要だと思います。それとともに冒頭にも申し述べたように、できればその外国人日本人というその、区別というものも一方では必要ですけれども、他方ではそれを一体化した形でのその日本全体としてのその格差対策というものを考慮する必要があると思います。以上です。原参考人お願いします。
はい、ありがとうございます。日本経済を豊かにする、賃金を上げる、もうこれは極めて重要であるということはもう言うまでもないと思います。でそのためにさまざまな経済政策が必要だと思います。で一方で外国人の受け入れについてはこれを阻害するようなものであってはいけなくて、日本を豊かにする、賃金を上げるということを加速するような外国人受け入れをしないといけないということだと思います。以上です。本村君。ありがとうございます。上林参考人の方からは最賃全国一律は難しいんじゃないかというお話がありましたけれども、私どもは、大企業に減税をしすぎてしまったという点がございまして、そのことも踏まえて大企業の内部留保に一定期限課税をして、そして財源を作って中小小規模事業者の皆さんを応援して最低賃金を全国で一律に1500円にという政策提言もさせていただいております。そういう政策が実現すればいいなというふうには思うんですけれども、続きましてですね、転籍ができるかどうかということが大事だというふうに思うんですけれども、転籍が確実にできるようにする必要があると。で転籍時の空白期間の問題なんですけれども、この空白期間で生活保障がしっかりとできなければ、その転籍というのは結局絵に描いた餅になってしまうというふうに思います。転籍時の空白期間の労働者の保護という点で諸外国の状況が分かればぜひ教えていただきたいというふうに思います。これからは参考にお願いしたいと思います。これから参考に。ご質問ありがとうございます。ご質問の件につきまして、それに特化してちょっと調査したことはございませんが、通常各国の移民政策についてレビューしている範囲でそういった政策は基本的に、ないと思います。本村君。これは4人の参考人に伺いたいんですけれども、転籍先を確保していくということに関してご所見があればぜひそれぞれ4人の方にお伺いしたいと思います。じゃあこれから参考人。すいません、今ちょっと今の自分の質問についてこう考えてまして、すみません、もう一回ごめんなさい。転籍先を確保する、確保するですね、方法ですね。はい、基本的には他国の例に、こういうどういう、資格かにもよるんですけども、技能実習のような、期限付き の、その労働、外国人労働者プログラムみたいなものに関して言いますと、基本的に転籍先の確保というところまでやはり視野に入れたものも、すみません、関係の限り私は気づいたことはないです、見たことはないです。はい、上林参考人。法律で今回転籍が可能というふうに書いたんですが、割合そこの部分は実行、先ほど私 の、 説明で申し上げたように実効性が薄いので、またその技能実習の方ができた25年ぐらい前にこれは技能国際貢献なのとであるって言って労働力受け入れたっていう乖離がありましたが、今回も転籍ができるって言っておきながら転籍できないんじゃないかって言われたら嫌だな。それはまだ分からないですよ。これから実効性の問題だけれども、いろいろ厳しい規則がありますから、そう簡単にいかないんじゃないかなと思っております。岡部参考人。ご質問ありがとうございます。私自身はその転籍のことについては今般はその転籍を希望する人はそれができるというようなその法改正だというふうに理解しております。ですので、その転籍を何が何でもしてさせてあげなければならないというような施策というよりは、その本人が、その自分 の、 その労働意欲と、それから、社会的なその、そのステータスの向上とか、そういったものを目指してですね、その基本的にその自由な労働市場の中でそれを、享受するというその可能性を広げてあげるという、そういった施策ではないかというふうに考えています。以上です。原参考人。
はい、ありがとうございます。転籍をしてもまた行った先がブラックな職場だったらこれは意味がないんだと思います。まあ、したがって最初に申し上げたようにこの安価な労働力を求めるような企業にはこの制度を利用させないということが重要だろうと思います。またそのより健全な企業がこの市場に参入してきてでその健全な市場企業の中からこの転籍先を選べるような環境にしていくということが重要だろうと思います。本村君ありがとうございます。また転籍についてお伺いしたいんですけれども転籍に語学や技能のハードルを設けるということの妥当性とあと他の国の状況が分かれば教えていただければというふうに思っております。これはこれから参考にお願いしたいと思います。ではこれから参考に。はい、転籍に技能や語学のハードルを設けることですが、ここはすごく難しい問題です。というのは例えば全くその要件を課さずに自由にといった場合、来日直後のですね、非常にこう日本社会にもよく分かってないし、本人のスキルレベルも低いし、日本語もあまりできないといったような人が、その悪い事業者等にですね、その搾取されてしまう可能性があると。そういったパターナリスティックな視点というのももちろんございます。で一方で技能や語学のハードルを高くしすぎますとそれ自体がその転籍の足かせになってしまうという問題もございます。でここはですね非常にそういう意味で難しい問題でしてある意味中庸というかその適正な水準というのが非常に重要なんですけども、それは多分実際に運用などをしながら調整していく必要があると思います。で別にゼロか100かという話ではどちらも多分結論は一緒でどちらも多分困るのは外国人労働者本人ということになると思います。ですのでここは1年や2年とかいうですねそこは非常に難しいところでして現状においてはそこはやはり運用を見極めながら調整していく必要があるんじゃないかというのがやはりその研究者の視点から見るとそういうことかなと思います。で、諸外国の例でいきますと当然高度人材に該当するような方々というのは日本もそうですが特にそういった要件ございません。自由に雇用先変えることができるわけです。で一方でこういったマニュアルワークの労働者に関して期限付きといった場合にその転籍要件、認めると無条件に認めますよと言っているように見える国であってもですね雇用期間が6ヶ月であるとか3ヶ月であるとか、実質的にその、転籍の必要性が、ないような、ケース、実際その期間で転籍というのは、あまりないですよねというような場合、これは条件一見非常に緩く見えますが、実際は多分起きにくいと。で、期間が長くなる場合は韓国の雇用許可制と日本の技能実習はどちらも長いわけですが期間が数年単位に及ぶわけですが、それはどちらの場合も一応その、回数や条件と付されていると。そういった意味でもですね国際的に見てもここは正解というものはなかなかなくですね条件に応じて適正な水準をしっかり見ていく必要があるということになるのかなと思います。本村君ありがとうございます。今これから参考人から韓国 の, 雇用許可制度の話がございましたのでお話を伺いたいんですけれども失踪者が多いというふうに伺いますけれども失踪する理由ですねこれが日韓で違いがあるかという点教えていただければと思います。これから参考人ありがとうございます。韓国の雇用許可制はですね先ほど申し上げたように日本と比べると失踪率は3倍から8倍程度と、水準は非常に高いんですがただその韓国内でのですね制度の変化の前と後で比べますと失踪率は落ちているということになります。また失踪の理由ですがこちらの韓国政府が調査した結果などを見ますと基本的に日本と一緒です。来韓前の借金等が返せないのでより賃金の高いところに移ったというような理由が、多数を占めておりまして構造的に変わりません。またやはりベトナムからの失踪率が高い、受け入れ停止などこの間近年ございましたがやはり直近で申し上げますとベトナムからの失踪率 40% 程度と高いといったような結果が出ております。そしてその理由はやはりベトナムで高い借金を負って韓国に来ているので、賃金高いところに移りますということでそこは非常に酷似していると言えるかと思います。以上です。本村君
まあ、失踪、今の、二国間の覚書で言いますと、その失踪問題を解決していくんだというふうなことも書いてあるんですが、日本も、まあ、この3年間で見ると、まあ、コロナもありまして増えているという現状がございまして、二国間の、協定、まあ、協定にするべきだというふうに思うんですけれども、ここに何を明記したらいいかというふうなお考えがあれば、4人の参考人にお願いしたいと思います。それではこれから参考人。ありがとうございます。まあ、失踪率自体件数は増えているところですが、まあ、母数となる技能実習生自体が増えているところもありまして、率で申し上げますと、まあ、2-3% のところで特に顕著に上昇しているということはないかと思います。また国際比較の観点からいきますと、こういった期限付き労働プログラムの中で失踪率 2-3% というのは非常に低い水準ということになりまして、まあ、実務的にもですね、これ以上すごく下げていくというのは、まあ、かなりこうギリギリのところ、限界を超えてその行政が能力を上げていく必要があるのかなと思います。また、まあ、MOC 等で防ぐという点につきましては、すでにそういったMOC の協定もなされているかと思いますが、まあ、こういった場合一般的に重要と言われておりますのが、罰則を強めるというよりは、むしろですね、まあ、そういったことをしてしまった場合もきちんとその救い出すセーフティーネットになるようなことを考えていくことの方が、まあ、おそらくここから先日本が取るべき方向としては重要なのかなと思います。厳しくして下げられるところまでも十分下がっているのかなと思いますので、失踪しても、まあ、隠れ続けなくてもいいようなこととかですね、何らかのそういう救済策みたいなことを考えていくという方がより現実的かなと思います。神林参考人。はい、非常に難しい問題なんですが、失踪の問題についてはヨーロッパ多いので、それは政府の責任ではない、政府がどうこうしたから失踪したわけではない、だから基本的に問わないでくれっていう、そういうそこまで言ってます。日本はやはり受け入れた国の責任であるっていうのは非常に良心的だと思っております。以上です。岡部参考人。ご質問ありがとうございました。今の神林参考人のおっしゃる通りで、本当ヨーロッパはそういう意味では個人主義が徹底しておりまして、その政府レベルでも同様だというふうに思います。で、まあ、日本式のやり方を徹底するのであれば、先ほどのご指摘にもあったように、やはりその最初の段階でできるだけ情報を開示して本人にも分かりやすいように、まあ、抑止の意味も含めて不正があった場合にはこういったことになりますよというような説明をしてあげるということが必要なのかなと思います。以上です。原参考人。はい、外国人行政については厚生労働省がもうちょっと前に出てもいいんじゃないかと思います。入管庁にこう依存しきりになっている面が強いように思います。で、厚生労働省は労働行政の観点でもっと前に出て、国際連携も含めて、より政策を強化したらいいんじゃないかと思います。以上です。本村君。はい、ちょっとこれも大きいテーマなんですけれども、移住労働者の地域包摂の成功例と要因について教えていただきたいと思います。4人の参考人の方、お願いしたいと思います。これから参考人。ご質問ありがとうございます。移住労働者の地域社会における包摂ということにつきましては、まあ、海外の事例といたしましては、まあ、移住労働者といった場合、まあ、基本的にまあ、先進国においては、期限付きの労働移民プログラムで受け入れるケースが大半です。そのため、まあ、数か年にわたる在留ということはなく、基本数ヶ月で帰ってしまうと。ですので包摂という視点は非常に弱いのかなと思います。で、一方まあ、移民の社会統合という視点で統合の対象になっておりますのは、移住労働者ではなく、主に家族呼び寄せできた家族移民、あるいはですね、まあ、庇護申請等の人道的移民、まあ、こういった方々は、まあ、長期滞在を前提としておりますので、インテグレーションということになりますが、
基本労働就労ビザという形では期限付きがもっぱらでございますので、なかなかそのベストプラクティスというものをパッと思いつくのはちょっと今難しいかなと思いました。まあ、国内であればすでにその、自治体外国人集住都市会議など、外国人、まあ、働いてもいる住民としての外国人の包摂という取り組みすでにございますが、まあ、そういったところの成果、実績等につきましてはまあもうすでに広くご存知かと思いますので割愛させていただきます。以上です。神林参考人。成功例でないです。多文化共生とか国内に統合っていう国内の社会のはうまくいってるんですが、出入国の入りコントロールについてはうまくいっていなくて、どうやって移民をコントロールするのかっていう教科書があって、もう毎年毎年っていうか何年ごとに改版していく、それぐらい世界の関心事だと思います。以上です。岡部参考人。ご質問ありがとうございます。私もないなという結論で聞いておりました。で、2つの意味がありまして、まあ、1つは今ご指摘があったように、まあ、なかなか実態として成功例を見出すのが難しいということと、もう1つはですね、どのような観点からその成功と見出すかということについて非常に多様な視点があって難しいと。一つの事例で多くの研究者が取り上げる事例として以前のアメリカにキューバからの、まあ、実質的ボートピープルがマイアミにやってきたというマリエルズという実質的に労働者となって移民になるわけですけれども、彼らが結果的にマイアミの、GDP を引き上げたということでよく成功例として語られるということがあるんですが、これも内訳を見ていくと彼らと、その労働市場でバッティングした、アメリカ白人 の、 高卒の人たちに階層を限って、まあ、効果を見ると彼らは失業あるいはその賃金が下がるという結果が出たということで、まあ、どこの、 その角度からその実態を見るかということによってその成功失敗という、まあ、見え方も変わってくるということで非常に難しい問題だと思います。以上です。原参考人。ありがとうございます。アメリカにおいてもヨーロッパにおいても残念ながら成功はしていないということなんだろうと思います。で、これはどこの国においても安価な労働力が欲しいという産業界が一方でいる。で、その一方でかわいそうな外国人を受け入れてあげよう、助けてあげようという方々がいらっしゃる。これ全然お立場が違うんですけども、実は同じ結論としては同じ方向を向いて、で、社会が悪くなったということが起きてきたんじゃないかと思っています。本村君。どうも本当に貴重なご意見ありがとうございました。